E プラスをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。狂言師の茂山道次でございます。茂山元彦でございます。さて、今年もですね、夏に納涼茂山狂言祭り2014が行われます。あらら、はい。今回も、はい、大阪公演、東京公演、2日ずつございまして、この狂言会の、特色でもありますリクエスト狂言というね、お客様のリクエストで集まった狂言を上演するということで、なるほど。今年もいろいろと面白い演目が並んでおります。はい。まず大阪公演の第1日目、7月19日、はい、土曜日の14時ですね。はい。この公演には一人まったけ、悪母、そして死神と、この3曲があるわけですけれども、はい。元彦さんはこの日は、悪母、はい、悪坊の悪坊をなさるということで、はい、これどんな狂言ですか？これはもう飲んだくれのどやしょうもないやつがですね、はいはいはい、飲んだくれですね、うーなって、簡単に言いますよ、飲んだくれの坊主がうわーなって起きたら出家になってるっていう、ね、心入れ替えて、そうですね、はい、はい。という狂言の悪坊役を、はい、飲んだくれ役を、はい、なんならもう飲んでやってやろうかな、飲んでね、はい、怒られるわのがございまして、はい、他にも、まあ、一人まったけという珍しい一人狂言もね、私がダメよ、さらっと言ったらダメ今、はいはい、君のリクエストだから、ね、君はリクエストされてるから、ね、一人まったけね、はい、はい、どんな狂言です、山にまったけ取りに行ったら飲んでくるとウェイ、ね、これもそういうことですよね。そうですね、腰にね持っていきますからね、はい、お酒を、松茸を当てに一杯という、まあだからこう夏見ていただくとこう秋に松茸は食べたくなるから、そうですな、黒目でございますね、はい。で死神というね、もう定番の千五郎と明のコンビでやる、穂橋先生の、ね、落語から取った新作もございました。まあこれはお前大変面白いというか相変わらず高いクオリティということで、お楽しみいただきます、はい。そしてその翌日ですね、7月20日、これまた14時開演ですけれども、この日は花取り相撲、仏師、小栗話という3曲でございます。そうですね、この中からちょっと一押しというとどれになりますかね。僕なんですけれども、まだね、はい、まだね、恥ずかしながらね、はい、僕、小栗話というこの競技をね、はい、よく知らないんです。あ、で、そうですね、関わってないですね。関わってないんですね。そうですよね。なので、これはね、ちょっと楽しみにして、あの尻尾ついてる人とか出てくるやつ、そう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 、ですよね。ちょっとあの一平ちゃんとかが可愛かったりするやつなんですけどね。ちょっと普通の装束とは違う獣がいっぱい出てきますよね。そうです、あの京極夏彦さんが書いてくださった新作狂言なんですけど ね、あの夏にふさわしいというか、まあ納涼にふさわしい、ドロ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 、そうですね、お化け、お化けじゃないな、だからそういう獣がいっぱい化かし合いするという狂言ですね。そして、花取り相撲という古典なんですけど、あんまり出ない、ね、あんまり出ないです、これはね、うん、こんなんつけんな、そうなんやねんそれって、うん、鼻をガードするためのお皿なんですプロテクターっていうか、なんか伝わりにくいな、ね、スノーを取ると相手が鼻ばっかり狙ってくると、うん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 、それをガードするためのプロテクター、そう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 、鼻をこう殴りにくいからカッとこう ねはめるという、まあ世にもバカらしいお話になりますね。そしてちょっと日が明けまして、8月の9日、はい、はい、これも土曜日でございます、はい、14時から、東京の国立能楽堂でございます、はい、こちらの方は鶏婿栗焼き不悪と、うん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 、はい、これはもう何と言ってもこれなかなかいい番組ですね、本当に不悪、はい、これもリクエストしてもらってますね、不悪の不悪という、はいはい、これどんな曲ですか。これは不法公物がですね触ってるので、太郎冠者がですね不悪というとかですね、不法公物で、はい、うん、主人に無断献金してるので、ね、主人が太郎冠者にお前切ってこいって言われるわけです。で見事切られたっていうことになっちゃうんですけれどもね、はい、狂言には珍しく結構真面目なというか真面目ですね、緊迫感がある舞台、非常に緊迫感がある舞台ですね、まあ一番狂言の中でも長い狂言のベスト5ぐらいに入る、入りますね、入りますね、これもね大作でございます、元彦一平茂という、なんかこう
非常にガチッとやる感じのメンバーで。そうね、早くもね、なかなか素晴らしいんですよ。主人のやっぱ一平でしょ、それに使える、うん、もう出来のいい太郎冠者が茂君でしょ、うん、で、武方向が僕でしょ、もうぴったりですね。がっつりやり合う感じの番組ですね。はい、で間に栗焼きというね、先ほどの大阪公演じゃないですけども、はい、ちょっとあの時期先取りした、はい、秋の狂言がね出まして、こう栗を焼くシーンなんか、そうですね、非常にこう狂言 の, あの技術がないと面白くない狂言ですね、これね。一人舞台ですからね、ほぼね栗を焼くシーンなんか本当にあの名古屋四十八四十八の栗をね、はい、見事に親父が締めが務めますが、やる焼いていくところがね上手にやってくると、帰りに栗を食べたくなるような興味でございます。そうですね、はい、はい、そしてその翌日ですね、翌日ですよ、8月10日、14時からですね、はい、からは、ふずもう、うん、おばか酒六地蔵、はい、珍しいですね、このふずもうの大名を、はい、明さんもしゃるんですね、大名、うん、珍しいですね、あんまりねすることもないですよね、うん、明茂千三郎でご覧いただきます、はい、はい、そして、最後に六地蔵というね、大阪で、ね、元彦さんがやった武士の、まあ、人数6人で、そうです3人なんですか、6人っていう、そうです、これはぜひね、どんだけどういうことになるか、もっともっと走る、そうバージョンですね、武士の道と脇道へ人がこうフォーメーションで動きますのでね、ぜひこれ見ていただきたいね、はい、面白いですね、はい、はい、ということで、おさらいをしますと、大阪公演7月19日20日、はい、そして東京公演が8月9日、10日、いずれも14時から。そうですよ、間違いなくよろしくお願いいたします。はい、それでは納涼茂山狂言祭り2014、今年も皆さんのご来場お待ちしております。お待ちしております。